最終盤8日目幕内後半戦に入りますが、前半戦から激しい相撲もありました。さあいよいよ上位の取り組みになると、優勝戦線大一番が結び前にあります。横綱キリダンサー土俵入り、そして清水館の土俵入りです。西方より横綱清水館土俵入りであります。今日は清水館が先に出てまいります。土俵入りです。横綱清水館、露払い、党の力、太刀持ち、清水お化け、行事は海坊主であります。さあでは皆さん一緒に優勝の掛け声、タイムライン上でお願いします。いきますよ、せーの、よいしょよいしょ、こらのどっこいしょ、このろパカオジー。清水館3連覇の夢はかなり厳しい状況になりました。今日は後楽園との2敗同士の決戦です。東方より横綱キリダンサー土俵入りであります。横綱キリダンサー露払い富士の牛島、太刀持ち北陸越前丸、行事は海坊主であります。さあ皆さんまた一緒に優勝の掛け声お願いします。いきますよ、せーの、よいしょよいしょ、こらのどっこいしょ、これのレッツダンス、まだ諦めてねえ。千秋楽まで優勝争いをもつれ込ますためにも大一番に臨みます。横綱キリダンサー白石島との取り組みです。さあいよいよ幕の内後半の取り組みが始まります。白石島は今日の横綱キリダンサー戦、勝てばその瞬間優勝が決まります。2度目の優勝が決まります。大一番に挑みます。結びは清水館と後楽園の2敗同士の一番です。まだ白石島の状況によっては2敗勢にも優勝の可能性は残されています。幕の内後半の取り組みです。牛乳パックで紙相撲、平成26年5月6月場所、これより8日目幕の内後半の取り組みであります。竹里団地関に千歳万、西方竹里団地関、西前頭3枚目、埼玉県出身春日部部屋、東方千歳万、西前頭8枚目、千歳出身千歳部屋、これより幕の内後半の取り組みであります。幕の内後半の取り組みです。幕の内通算50勝へ王手がかかっている千歳万、王手がかかってから2連敗中4勝3敗、竹里団地関も4勝3敗、状況によっては新入幕の、失礼しました、新三役の可能性もあります。そんなバカにするような笑いしないでください。我慢してるんです。バカにしてんじゃなくて今浴びせていきたい千歳マン、引き技なるか竹里団地関、制限時間いっぱい、両者見合って脅威抜い、ぶつかりました、引いていくのは竹里団地関、はたき込みです。ただいまの決まり手ははたき込み、はたき込んで竹里団地関の勝ち。千歳マン50勝が遠い、あと1勝勝てないですね。勝った竹里団地関5勝3敗で、こちらは勝ち越しを決めています。新三役の可能性もこれは出てくる3枚目の番付です。敗れて千歳満4勝4敗、ついに星が五分になってしまいました。江ノ電丸に日高緑山、西方江ノ電丸、西前頭2枚目、神奈川県出身神奈川部屋、東方日高緑山、東前頭5枚目、岐阜県出身ほぼピン部屋、
と今場所元気がない両者1勝6敗同士です。まあ来場所に向けてというそういった相撲にもなってくるでしょう。浴びせていけるか飛騨高緑山、押し込めるか江ノ電丸、制限時間いっぱいです。両者見合って強引なくないぶつかりました。浴びせる体勢、高緑山はたいた、江ノ電丸の勝ち。懐の深さがいきました。ただいまの決まり手ははたき込み、はたき込んで江ノ電丸の勝ち。江ノ電丸2勝目です。まあどうでした、今の相撲。まあうまいことこう引くことができたという形になりましたけれども、まあちょっともうちょっと頑張ってほしいところありますよね。江ノ電丸2勝目、2勝6敗です。飛騨高緑山敗れて7敗目、1勝7敗となっています。水戸戦場にエイトプリンス、西方水戸戦場、東前頭6枚目、茨城県出身、茨城部屋、東方エイトプリンス、東前頭2枚目、東京都出身、ほぼピン部屋。背中がくる4勝3敗同士です。エイトプリンスも三役復帰を目指してという今場所です。4勝3敗できました。浴びせていけるかエイトプリンス、くるっと回るか水戸戦場、自己最高位での勝ち越しを目指します。初顔です。制限時間いっぱい、両者見合って強引投げで、ぶつかりました。はたいた、上手、ね、投げ残しているか、残している、上手投げ残して押し込むな、エイトプリンス。どうかエイトプリンス、エイトプリンスに物いい、物いいです。マッチョ来ました、マッチョ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 、だんだん声のボリュームが勝負審判元横綱タッグのボリュームが大きくなってきますね。どうしかないわなね、そうだね。ただいまの競技についてご説明いたします。行事軍配はエイトプリンスに上がりましたが、足が出るのと手がつくの胴体と見て取り直しといたします。取り直し、よくエイトプリンス残してましたね。残してましたね。王冠が水戸戦場の左手にずっと引っかかったまま頑張って押していきましたね。そうでしたね。投げ完全に決まったと思いましたけどね、うん、取り直しです。制限時間いっぱい、両者見合って今日は殴れ、使った左の回し込んだ、取ったぞ水戸戦場、はたいて上手投げ、上手投げ、これも残してどうか、水戸戦場に軍配です。物いい、物いいです。いやエイトプリンスよく粘っていました。勝負審判もどこぞアタックどんどん大きくなっちゃう。ちょっと見えないんですこっちでは。これもですね、はい、どうしてでした、どうしてですか、はい、じゃあ取り直しますか、はい、ただいまの競技についてご説明いたします。胴体と見て同じく取り直しいたします。取り直し、今水戸戦場の右足とエイトプリンスの左足がほぼ同時だったんですね。あ、そうなんですね。左の回し今度は早く取ったんで今度こそ決まったかと思ったんですけれども、水戸戦場なかなか粘りますね。エイトプリンスの粘りですね。さあ3度目です。水戸戦場やはり回しを取りに行くんでしょうか。エイトプリンスは一気に浴びせていきたい。制限時間いっぱい、両者見合って強引投げ、使った、横を取って、今度はエイトプリンスは突っ張っていく、突っ張っていく、しかし今度ははたいた、上手投げか、水戸戦場の勝ち。引いてから最後は右の回し入ってました。ただいまの決まり手は上手投げ、上手投げで水戸戦場の勝ち。今度は考えましたね水戸戦場。ただ完全に水戸戦場今徳田原がなければまた取り直してきた、危なかったですよ。そうですよね、後ろ側徳田原に左足救われましたけれども、まあまあ今ちょっとね、考えましたね。勝ったのは水戸戦場、5勝3敗勝ち越しを決めています。敗れたエイトプリンス4勝4敗で千秋楽となります。高尾さんに高畑不動明王式神残金に、西方高尾さん、東前頭3枚目、東京都出身、春日部部屋、東方高畑不動明王式神残金に、東前頭筆頭、東京都出身、ほぼピン部屋。
さあ小兵同士です。4勝3敗の残機にと3勝4敗の高尾さんです。残機にも勝ち越せば三役が現実のものとなりそうです。押し合いになるでしょう。過去は2対1、残機にリード。制限時間いっぱい。両者もやって今日脱ぐね。つかりました。横を取った高尾さん、内掛け、残機にです。ただいまの決まり手は内掛け。内掛けで高畑不動明を式神残機にの勝ち。残機に勝ち越しです。今のはもう足をうまくさっと引きましたね。そうですね早かったですね。早かったですね。足が思いっきりかかりましたね。見事でした。高畑不動明を式神残機に勝って5勝3敗、勝ち越しで東の筆頭ですので最有力のこれ新三役となる可能性が高いですね、はい、敗れて高尾さん3勝5敗、こちら負け越しとなっています。片やパンケーキちゃん、パンケーキちゃん、西方パンケーキちゃん、東前頭7枚目、神奈川県出身、神奈川部屋、こなた与一山、与一山、東方関脇与一山、与一町出身、大久海部屋。パンケーキちゃんにとってはまあ試練の数日間となっています。でもこうして上位と対戦して強くなるんです。まあいい経験になりますね。そうですね、まだ若いですからね。そうなんですよね、若手が確実に伸びてきています。与一山4勝3敗です。こちらも勝ち越しをかけての一番、浴びせていけるか。パンケーキちゃんは距離を取って、あるいはくるくる回ってということもあるかもしれません。初顔です。制限時間いっぱい。両者もやって脱ぐね。ぶつかりました。距離を取ったパンケーキちゃん、浴びせるのは与一山。与一山が出る、横を取って出る、上手投げはしかし効かない。与一山の勝ち。ただいまの決まり手は押し出し、押し出して与一山の勝ち。今でもパンケーキちゃん小手投げでしょうか。今言ったんですけどね、引こうとしたんですけど、その前に与一山浴びせてきたところパンケーキちゃん抑えちゃったんですよ。あれを引いて避ければよかったんですけど、はい、頭を抑えちゃったんでね、そこからうまいことやられちゃいましたね。もったいなかったですね。そうですね、ただ、まあ、力の片鱗というのは確実に見せてくれてますね。そうですね、技を見せようというところありますからね。与一山勝って5勝3敗、勝ち越しを決めています。敗れてパンケーキちゃん3連敗、5勝3敗となっています。片や江戸緑、エロミロリ、西方関脇江戸緑、東京都出身、ほぼピンベア、こなた東くん、東くん、東方小結び東くん、札幌出身、東くんベア。過去には3度もの水入り、そして10分近いトータルの大一番というのをやったことがあります。この両者です。東くんも今場所調子がいいですからね。そうですね、5勝2敗の東くんと4勝3敗江戸みどり。江戸みどりもでも清水ロケットに乗っかっての勝ちがありました。そうですね、さあこの対戦注目の一番、過去は7対2江戸みどりリード、10回目の対戦です。制限時間いっぱい。よしみやって今日のぶつかりました。押し込むのは立ち合いは江戸みどり、しかし潜り込んだのは東くんです。押し込むのは江戸みどり、江戸みどり一気に出た、今日は一気に出ていった。しかし土俵際東くんに軍配です。物言い、物言いです。マッチョ、なんでしょうかね、マッチョ流行ってからもう物言いが多くなってますね。マッチョ、ボリュームが大きくなっておりますさあどうしたんですか。ただ こっちから来た時に、はい、緑の方が外側に足あったんで、ええ、まあどちらかというと江戸緑不利かなというところがありましたね。はあ、そうですね、
ただいまの競技についてご説明いたします。行司軍配は東くんに上がりましたが、両者の足が胴体ではないかと。もうマッチばっかりだからですよ血ばっかりあるからですよこれ両者の足が胴体ではないかとして物言いがつきましたが、江戸緑の足が先に出ており、軍配通り東くんの勝ちであります。東くん、ただいまの取り組みは江戸緑に勇み足がありましたので東くんの勝ちであります。東くんが勝っています。いやー際どかったですけどね、本当に。まあ両者ともに今足出てるんですけれども、まあ江戸緑が足外側で先に出たかなというところですけどもね。東くんがこれで6勝目を挙げています。6勝2敗、江戸緑敗れて4勝4敗で星が五分となっています。片やティコツーミ、ティコツーミ、西方小結びティコツーミ、千歳出身ほぼピンベア、この後は千歳ソードマン、千歳ソードマン、東方関脇千歳ソードマン、千歳出身千歳ベア。千歳ソードマン3勝4敗、ティコツーミ2勝5敗です。両者押し相撲です。さあ早くもこの一番制限時間いっぱいです。両者見合って脅威のぐれ、ぶつかりました。潜り込んでいけるかソードマン。ティコツーミは見せながらという相撲ですけれども、土俵際です。押し込むのはティコツーミか。ティコツーミが出る、押し出しです。豪快な今日は相撲でした。ただいまの決まり手は押し出し、押し出してティコツーミの勝ち。もう浴びせようかという体勢でしたね。そうですね、ただ千歳ソードマンに対して浴びせるっていうのもなかなか勇気のいる感じですけれども、なんとかまあ押し出せましたね。ティコツーミ勝って3勝5敗、敗れてソードマン、千歳ソードマン3勝5敗でついに負け越しとなってしまいました。片や清水ロケット、清水ロケット、西方関脇清水ロケット、清水町出身清水町ベア、この後野田 R2D2、 野田 R2D2、 東方野田 R2D2、 西前頭筆頭、千葉県出身春日部ベア。マイコゼームオープン。清水ロケット1勝6敗です。野田 R2D2 3勝4敗。焼きみりもさんからティコツミはマッチョですね。もう言いたいだけじゃないですか。もうでもティコツミはマッチョとかそういうレベルじゃないですか。もう言いたいだけですよ。そうでしょうね。もう何でも良くなっちゃって。そうでしょうね。これね、そうですそうです。力強かったら全部使いますねこれね。ありがとうございます。マッチョ祭りだけにこれいつでも書いてやろうという準備をしてるんですね。エクセンさんありがとうございます。東くん関脇昇進かなということで。ああ確かにね、これは6勝目ですから大きいですね。うん、またこれ大関復帰の可能性も今後出てきますからね。7勝目を挙げれば出てきますね。今後はね。さあ両者押し合いになるんでしょうか。制限時間いっぱいです。ぶつかりました。立ち合いは清水ロケットです。清水ロケットが出る、一気に出る、アルツリックは苦しい、押し出しです。清水ロケットの勝ち。ただいまの決まり手は押し出し、押し出して清水ロケットの勝ち。今日は自分の相撲を取りました。そうですね、今日は前に出れましたね。清水ロケット2勝目、2勝6敗です。敗れて野田 R2D2 は3勝5敗で負け越しとなっています。片や白石島、白石島、西方大関白石島、岡山県出身春日部部屋、この後キリダンサー、キリダンサー、東方横綱キリダンサー、埼玉県出身ほぼピン部屋、
シェレシェレシェジマ、レッツダンス、レッツダンス、シェレシェレシェジマ、レッツダンス、レッツダンス。さあ、大一番です。優勝争い、全勝、先頭を走る白石島、7連勝であります。今日勝てば千秋楽を待たずして優勝が決まります。それを阻むか横綱切りダンサーです。6勝1敗、過去の対戦は4対1白石島です。解説の海坊主さん、はい、まあ数字だけでいくと白石島優位となりますけどね。そうですね、まあただちょっと調子もまあ白石島いいっていうところがあるので、そのまま勢いに乗りたいところですが、まあ優勝がかかってるというプレッシャー、どこまで跳ねのけられるかというところですね。白石島といえば常にこのプレッシャーという話がね、はい、出てきます。まああと1勝でというシーンも何度もありましたし、そういう意味ではこのキリダンサーとの対戦でそのプレッシャーだけが一つ問題なのかなという部分でしょうか。そうですね、過去も先場所ですけれどもキリダンサーが勝っています。これも白石島がほぼ相撲では勝っていたかなっていうところで、うん、逆転というか勇み足で白星はキリダンサーでした。一つ気になるのは調子が良すぎるという面でそこですか。まあそこなんですよね。だからここをこう何を思ってこの今土俵上にいるかというところが非常にね気になるところですけどね。ねえ、タイムライン上盛り上がっております。ありがとうございます。ありがとうございます。白石島はとにかく回しを掴んでからが今場所早い。一気に寄っていって3場所ぶりの優勝を決めるか。キリダンサーはここで横綱としての意地を見せて千秋楽に望みをつなぐか。白石島勝てば2度目の優勝です。8日目結び前、制限時間いっぱいです。よしやっていきょんのれぶつかった立ち合い、白石島早い右の回し打っちゃうな。キリダンサー横綱打っちゃった。横綱こらえている。横綱残しました。さあ大相撲になる。左の回しはしかしまだ入っているのは白石島。もう一度いけるか。打っちゃってく、打っちゃってくな横綱。白石島がさあもう一度いけるか。右の回しは白石島。キリダンサーは打っちゃっていく。剛腕同士の意地の張り合い。夜の白石島、キリダンサーがこらえる。土俵際打っちゃる、もう一度打っちゃる。キリダンサー、キリダンサーに軍配。土俵際逆転。ただいまの決まり手は、うっちゃり、うっちゃって、キリダンサーの勝ち。白石島いっぱい。優勝は今日は決まりません。解説美穂さん。いやー、やっぱりちょっといらんこと考えたんですよ、白石島。右の回し入ってからは一気にいったんですけどね。行ったんすけど、もう優勝したらあれ食べよう、これ食べよう、少し考えたんですよ。キリダンサーが一気に太陽、そうですね、まあ右腕ですよね、キリダンサーでいくと。もう今日はね、右腕で一気に太陽振りましたね、白石島の。もうあの彼は今日はあの浴びせは捨ててましたね。そうでしたね。浴びせよりもこう押されることに対してどれだけ自分がうまいポジションを取れるか、はい、まあ、それを考えて取ってたので、これはもうなんか横綱の貫禄出てるなというところありますね。白石島が最後もう一度行ったところをキリダンサーは相手の力を利用して、ね、今度はもう一気に体を左へと振っていきましたね、相手を。これはうまかったです、本当キリダンサー。白石島一気にこれ行きたかったですね、立ち合いから。いや行きたかったですけど、ここで止まったのがもうダメでしたね。一度止まってしまった土俵際、そこに落とし穴がありました。横綱勝って7勝1敗、白石島敗れて7勝1敗です。これで2敗勢にも優勝の可能性が残されるという状況になってまいりました。一言お願いします。
いやでも面白い展開になりましたよ。白石妻の前哨優勝もちょっと期待してましたけど、はいはい、これはこれでやっぱり面白い、あのもう横綱の勝ち方が良かったので、はい、これでまあやっぱりみんなの士気が上がるというか、チャンスあるぞという2敗勢もこれで一気に、はい、あるっていうところが分かったので、はい、本当にいい勝ち方しましたね。となればこの後の結びの一番にも、はい、優勝争いこれかかってきますね。かかってくるということになりました。8日目結びの一番、皆さんタイムライン上ありがとうございます。焼きみりもさんからマッチョが不足だったがマッチョ言いたいんじゃないですか明らかに言いたいだけなんですけどこれマッチョが不足ちょっと日本語がおかしなことにはなっておりますがマッチョが足りないってなんだよ結びの一番です。にーしー清水館、清水館、東後楽園、後楽園、西方横綱清水館、清水町出身清水町部屋、東方大関後楽園、岡山県出身春日部部屋、呼び出しは大輔、行事は海坊主、本日結びの一番であります。パカオジーパカオジー後楽園遊園地で僕とパカオジー後楽園遊園地で僕とパカン。さあ一気にこの両者にも優勝の可能性が残される状況になりました。結びの一番です。後楽園清水館の両者です。土俵上に上がりました。一気に注目度が上がります。この結びの一番です。5勝2敗同士、綱取りをかけて挑んだ今場所後楽園ですが、中盤までで2敗を喫しました。来場所綱取り、その望みをつなぐためにも優勝争い絡んでおきたいところ。清水館は7日目に2敗を喫しました。しかしもう一度3連覇のチャンスが巡ってまいりました。新横綱での優勝なるか。3度目の優勝へ後楽園、逆転の気配はどうだ。過去の対戦ご覧の通りです。4対3で清水館がリード、拮抗してますね。もう両者の押す力、ぶちかましていく力っていうのはもうほぼほぼ同じだと見てもいいですね。両者が勝った一番を振り返りましょう。平成25年11月場所です。この時はしのいだ後楽園が横を取って後ろを取って勝ちました。先場所です。先場所は清水館が綱取りという、そういった中での場所、後楽園が押し込んでいったんですけど、土俵際清水館の左足が残っていました。まあこのまさに短い時間で勝負が決まるという両者ですけれども、立ち合いが全てでしょうかね。そうですね、もう立ち合いも頭からぶちかましていってほしいですね。頭からぶちかます両者ですかこれは。そうですね、そうなりますか。はい。さあ後楽園か清水館か、
どうでしょうかね。後楽園と清水館の気持ちはどちらが優位と言えますか。気持ちが優位というのは、まあ両者ともにまあ熱いのを持っているとは思うんですけれども、ただですね、後楽園がこれでまあやっぱりちょっと優勝の可能性まだ残しているっていうところもありますんで、はい、まあここはちょっとやっぱり絶対勝つぞというところはあるでしょうね。まあ綱取りという部分もね、はい、来場所につなげるためにもということがあるでしょう。そうですね。さあ結びです。2敗同士押し合い、立ち合いはどうだ。制限時間いっぱい、よしみやって脅威のぐらい、ぶつかった内掛けは清水館、横綱内掛け、清水館の勝ち。ただいまの決まり手は内掛けで清水館の勝ち。両者正面からぶつかり合いました。ひっくり返した。いやー、土俵中央で決まりました。いやいや、清水館これがあるんすよね。まあ他の力士にはできないこの後楽園をひっくり返すっていうことができるわけですよ。下からしゃくり上げていって。そうですね。いやー、ちょっと後楽園は手痛い負け方しましたね。3敗目、絶望的な3敗目です。後楽園綱取りはこれは一から出直しということになります。マッチョが足りなかったんですよ。初めて言いましたね。マッチョ不足です、これは。清水館新横綱勝って6勝2敗として3連覇へ望みをつなぎました。これはですからね、はい、いっぱい同士の直接対決はありませんから。そうですね、選手らはね、はい、これはもう望みをつないだというふうに言えます。さあこれで千秋楽どうなるかですね。そうですね。さあ弓取り式です。弓取り式は東くんであります。東くんにも優勝の可能性残ったんですね。そうですね、これでこれはなんか久々に東くんの優勝とかを見たいところですけどね。3年ぶり、はい。3年越しの、ね、3年半ですよ、もうこれすごいですよね。3年半ぶりにこうして優勝戦線にも絡んでいます、東くんです。それでは皆さん一緒によいしょの掛け声お願いします。いきますよ、せーの、よいしょよいしょ。さあ8日目を終えましたよ。大変な状況にこれなりつつあるんじゃないでしょうか。いやー、まあ面白い展開にはなってきましたね。この千秋楽本当に誰が優勝するかもう分からないですからね。1敗と2敗ですけれども、これでこういう状況になりました。全勝はいなくなりました。1敗で横綱キリダンサーと白石島が並びました。で2敗勢が横綱清水館、大関はいません。で東くん、平幕グレキン時、2敗勢ご覧の状況です。グレキン時も来ましたね。グレキンここに食い込んでくるのはちょっと面白いですね。名前がついに出てきました。出てきましたよ。さあどうなる千秋楽。もう全くこれは状況読めなくなりました。さあ皆さんもタイムラインありがとうございます。ありがとうございます。マッチョやり直しだ後楽園ってコメントを取っております。マッチョやり直し、マッチョやり直すってやつ、マッチョやり直すってなんですか。日本語がもうおかしくなっておりますけれども、出直してこいならまだギリわかるんですけど、マッチョやり直すってやつ。マッチョやり直すってすごいですね。千秋楽どんな展開が待っているんでしょうか。どうぞご期待ください。実況ここまで私山田大輔、そして解説行司叩き役は海坊主でお送りしました。千秋楽の取り組みでお会いしましょう。この辺りで失礼します。